ツーアウトランナーなしで遠野が打席に向かいます。試合はここまで阪神がホームラン攻勢、4本のホームランで5対0と東京ドーム今シーズンの初戦序盤を大きくリードしています。東京ドーム2011年日本プロ野球ジャイアンツの本拠地東京ドームでの第1戦、これがたった今飛び出しました。ジャイアンツ先発ピッチャー遠野のプロ入り。